ょっとだけ人生が楽しくなるお話をします。ミクにとっては全然ちょっとじゃないやけど、ほとんどの人が気もしてないようなお話をしたいと思います。なかなか日常は楽しくないし、生きてるだけじゃ本当につまらなくなってきますよね。でも実は漢字用には本当に面白いことがたくさん隠れています。隠れているものはないのと同じです。隠れているものがあまりにもありすぎて、一生かけても千分の一、一万分の一程度も見つけられないくらいなんですけど、まあできるだけ隠れているものを展開していこうっていうのがこのアカウントっていうのを、そのアカウントの目的の一つにしていきたいと思っているんですが、今回はその一つとして、いつも見てる回を、太陽を少しだけ展開してみたいと思います。当たり前にあって、太陽を見ても眩しいなとか、夏やったら腹立つくらいで、特に何も思わずに来ると思うんですけど、あの太陽、実は8分前の太陽を見てます。っていうのは、私たちは光を見るって、私たちの見るっていう行為は全部光を使って物を見てます。例えば道を歩いてて、ハチさんが飛んどる、それは太陽の光がハチに反射して、ハチに反射した光が目に到達して初めて見える。でも光は30万キロで移動しとるから、ハチから見までを光が30万キロでやってきます。だから常にタイムラグが生じます。常に少し遅れたハチを見てるってことになります。今の瞬間のハチって見れないんですよね。ハチと見までの距離ならほとんど時間の差を感じないんですけど、太陽まで遠くになると8分間のタイムラグが生じます。太陽までが1億5000万キロ、もはやピンとこない距離なんですが、地球一周で4万キロなんですが、もうちょっと訳がわからない果てしない距離ですよね。で、この1億5000万キロを30万キロで走ってくるとすると、結構8分かかるっていうことになります。だから常に8分前の太陽を見てる。もし太陽が爆発したとしても、その瞬間に気づくことはできなくって、気づくのは8分後になるっていうことです。面白いですよね。いつも常に過去の太陽を見ています。あと、もう一つ太陽の面白さを紹介しておくと、太陽は1分間に430万トンの質量をエネルギーに変えて、あの光を放ってるんです。アインシュタイン様の有名な E=MC2乗。質量とエネルギーの透過性っていうものがあるんですが、要するに、物とエネルギーは形が違うだけで、同じものだっていうことを言ってあります。原爆を思い出すと分かりやすいんですけど、広島で起きた爆発のエネルギーは 0.7g。 だからあの爆発によって 0.7g の物質がこの世界から消えた、エネルギーも変わったっていうことです。だから物質、物にはすっごいエネルギーが秘められてることがわかりますよね。もし人間一人がこの世界から消えた、エネルギーも変わったとしたら、地球がぶっ飛んでいくくらいのエネルギーを持ってるってことになります。で、太陽の話に戻るんですが、太陽は1分間に430万トンの質量、大
人中をゲロしながら46億人も使ってます。ちょっと考えられへんっていうか、もう理解不能なことが起きてるんですけど、今はその膨大なエネルギーの恩恵を受けて私たちは生きてるってことになります。太陽は全ての生命の根源であるし、太陽エネルギーが植物に変わってその植物を食べたり、その植物を食べた動物を食べたりしています。全てのものを光を使って見てるし、そもそも高地球の熱純度は太陽が全てで、本当に太陽基準で我々が存在してるっていう感じです。だから生き物に感謝しなさい、太陽に感謝しなさいじゃなくって、それをしろ、それを思うことによって生きてる感覚は全然違うし、自分のために思いを巡らせてはどうかなと思います。